はい、どうも、ひこむんです。以前、セルフカットのためにバリカンを購入しましたが、今でも買ってよかった一品です。ポーズだけならね、このバリカン一本で大丈夫です。ただ、ちょっと工夫したいなと思うと、こちらの商品が必要になります。スキーバサミ。バリカンだけだと直線的になりがちなんですけど、スキーバサミがあれば、その角をね、丸めることができます。丸めるっていうか、ぼかすって感じですね。境界をぼかします。坊主以外のカットをするなら、これは必須ですね。こっちはね、ずっと使ってるやつです。姉が使っていたんですけどね、それを借りたままになってます。この動画を見たらあれと思うかもしれないですね。スキバサミはいいのを買った方がいいです。この姉のを使う前はね、100均のを買ってみたんですけど、全然切れなくてね、しまいにはね、髪の毛がこの辺に挟まってね、痛くてね、あれじゃセルフカット嫌になります。ただこのメーカーはよくわかんないですよね。特に書いてないですよね、メーカー名が。このマークでわかるかもしれない。どうせね、動画に撮影するなら今買いやすいものということで、無印良品のスキバサミを買ってみました。ただね、これがね、ちょっと安すぎなんですよね。1000円ちょっとです。逆に不安です。ほんとスキバサミはね、要なので1万円ぐらい出してもいいと思ってます。今 Amazon でね、中国製のやつですが2000円ぐらいで出てるんですよね。おそらくそれでもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ中国製品は当たり外れがありますけど、ただだんだんその当たり外れの外れがなくなってきています。脅威です。まあとりあえず安いものから攻めてみるということで、安心の無印さんです。それでは使う前にサクッと見てみましょう。ステンレス紙用スキハサミ。お店で見た時ね、ちっちゃいかなと思ったけど、今使ってるのと大して変わらなかったです。むしろ無印の方がちょっと長いです。使用方法が書いてありますけど、まあそんな細かいことは考えないでいいと思います。切ればいいんです。うん、どうでしょうね。ほんと見ただけじゃ分からないです。実際に切ってみないと。この刃先は同じですね。間隔が空いてて、その先にね、切り込みが入ってます。無印の方が深いですね、この切り込みが。こっちはね、浅めに入ってます。私はね、今まで数十年使ってて、これで文句ないのでこれでいいと思いますけどね。まあこれによって吉と出るか凶と出るか、では実際に髪の毛を切って試してみたいと思います。とりあえず現在の髪の長さはこんな感じです。単発の欠点はね、すぐ伸びた感じになることですね。では初めての無印のスキバサミいってみます。まずはバリカンで刈ります。サイドと後ろは9ミリでいきます。地肌が白くならなければね、そんな不自然な感じにはならないです。何ミリからね、地肌が見えるのかね、ちょっとわかんないんですけどね。ちなみに一番最初に失敗したのは3ミリでやってしまいました。前に使ってたバリカンがね、一番下でやったんでね、その癖でやってしまいました。前のバリカンは一番下でも9ミリでした。これはかなり短く設定できます。とりあえず9ミリでいきます。最近はね、9ミリでやったんですけどね、多分不自然な感じじゃなかったと思います。まあそう思ってるのは自分だけかもしれないですけど、基本的に頭の形に沿ってやります。ではバリカンでカットし終えました。すごいカットしたように見えますが、実際はこんだけしか切ってないです。ここからがスキバサミの出番です。今だとね、トップとサイドの差がすごいあるのでね、ここスキバサミでぼかします。サクサク刈っていきます。なんかすごいね、ざっくり切れちゃうような感じがします。そんなわけでスキバサミで切り終えました。まあ割と悪くない感じになったのではないかなと思います。
トップは結構残してあります。これを残すことによってね、ただの坊主か坊主じゃないかになります。まあ当然ですけど、まあ坊主が似合う人はね、それはそれでいいですけどね。というわけでサクッと切り終えました。まあ、だいぶねさっぱりしましたね。といってもね、お風呂に入ったりね、1日置くとね、不自然な場所に気づくので、すぐには外に出ない方がいいかもしれないです。なんかザクザク切れすぎんでね、心配でしたが、割と悪くない感じです。ただアマゾンのも気になります。というわけで無印のすきばさみ使ってみたんですけど、どうもいまいちですね。なんか切った感じがね、100均のすきばさみを思い出します。切れ味が悪いんですよね。あと YouTube を見るに切りすぎる感じがあるみたいです。これをおすすめするのはどうなのかなと思ったんですけど、私が数十年愛用しているこのすきばさみ、メーカーが分かりました。この文字から分かりました。これ、カイって書いたんですね。K-A-I。で、カイすきばさみで検索したら、カイ印っていうことが分かりました。ずっとね、どこのメーカーだか分かんない感じで使ってましたけど、カイ印でした。で、カイ印のすきばさみを買ってみました。こちらですね。関孫六。これです。カイ印株式会社。関孫六っていうのはブランド名みたいですね。お値段はアマゾンで1605円でした。まあ、多少アマゾンは値段の変動があるので注意してください。で、試しに買ってみたんですけど、間違いないです、これで。切れ味がとてもいいです。無印のはね、髪の毛が挟まるしね、切れにくいしで、ダメでしたね。あとね、向きによってもね、だいぶ切れ味が変わります。そういうもんなのかなと思ったんですけど、今まで使ったのがね、平気だったんですよね。こう切ってもこう切っても切れてました。で、今回購入したこれも大丈夫でした。こういう向きで切っても、こういう向きで切っても大丈夫です。無印のがね、動画的に映えるかなと思って買ったんですけどね、ダメでした。まあ、Amazon で買えますし、こちらの関孫六がいいと思います。東証関孫六の伝統から生まれたハサミ。毛先の自然な仕上がりや髪のボリューム調整に便利。本当の持ち方はこうみたいですね。ここは小指が乗るんですね。ただセルフカットだとやりにくいかと思います。まあ私は普通にこうハサミを持つようにやってしまいます。早速買ってみたのがこちらになります。というわけでこれが貝印のすきばさみを使ったカットになります。やっぱり終わった感じね、満足です。無印だとね、なんかいまいちだなーって感じがしたんですけど、この辺トップ長いんですよ。結構自然な形になってると思います。無印で切った後はね、モヤモヤ感があったんですけどね、バッチグーです。そういえば100円ショップのもまだ残ってました。これもね、切れずに髪がハサミに挟まって痛かったです。というわけで今回はすきばさみの紹介でした。